ホーレス・フィリップスホーレス・フィリップスは19世紀のメジャーリーグベースボールの監督。アメリカ合衆国をイオ州サーレム生まれ、現在のピッツバーグパイレーツの早々期に監督を務めた。選手歴はなく監督としてメジャーリーグに登場したのは1879年26歳の時でシーズン途中までトロイ・トロージャンズの監督を務めた。 4年後の1883年、同じオハイオ州からアメリカンアソシエーションに加盟したコロンバス・バックアイズを指揮した。1884年当初はノースウェスタンリーグのグランダピッツというチームで監督をしていたが、このチームが破綻するとシーズン途中からピッツバーグ・アレゲニーズを指揮するようになった。アレゲニーズはこの年前日のコロンバスが破綻した際、 所属していた選手の多くを受け入れ、強化されたアレゲリーズは次の年の1885年に初めてシーズンを勝ち越し、さらに翌年の1886年には80勝57敗とリーグ2位まで躍進した。1887年にアレゲリーズはナショナルリーグ加盟の誘いを受け、フィリップスは監督としてチームに関わり続けることにした。 しかしナショナルリーグカメラのアレゲニーズは再び会に低迷するようになった。フィリップスはこの頃から精神を病んでいたようで、1889年7月に当時の名選手だったフレッド・ダンラップと監督を交代した後、そのままフィラデルフィアの精神病院に収容された。妻と離婚した1894年までは存命していたことがわかっていたが、 入院していた病院の死亡記録の名前に語気があったため、没年は2010年まで判明しなかった。ありがとうございます。